はい、こんにちは。ゴールデンウィークに向けて格安さんで買ったお酒が届きました。これは先日の宇都宮旅行でゲットした、ブッシュミルズの T シャツです。はい、じゃあ順番に見ていきましょうか。これはラムのコーラですって。先日サイゼリアに行きますと、あの氷結のシチリアレモンがあったんで、飲み比べしたいなぁと考えてこの2本買いました。アルパカ6本買っています。それからこれは1000円弱で買えるんですけれども、日本酒は2種類新しいの入ってたんで買いました。それから肉専用黒ワイン、これは一体何だと思いながら2500円もしたのに買いました。なんかこのね、この写真にも惹かれて、あのいいの作ってやろうと考えてます。ブッシュミルズです。写ってる自慢。まあ何かとあって困んないだろうと言いちこ買いました。でですね、ゴールデンウィークに部屋を片付けたいんですよ。で、スイって書かれた箱が欲しくて、そのために、よ、1ダース買いました。どうすんだこれ。昨日、病院で、ガンマが93だよ。これはお酒の飲みすぎだよ。100超えないようにしましょうねって言われたんですけどね。ではでは。